はい、鹿児島大好き人間大集合、昭和22年生まれと一緒に鹿児島ドライブ、チャンネル登録よろしくお願いしますね。今日のねこの動画はね短いですよ。ある意味ね予告編みたいなもんです。サムネイルにあったと思うんですけど、霊峰金峰山で語るAI 技術の凄まじさ。なんでこの、霊峰金峰山と AI が、関係あるかというと、あるようでないようでないようであるんです。実はですね、昔何ですかね、霊感のある方とに、何ですかね、優しくしてもらったことあったんですね。いろんなことをね、いわゆる霊感に優れた方っていうんですかね。でその方の、の話の中に、自分私よりずっと年上の方ですよ。もう亡くなり、お亡くなりになりましたけどね、その方の話の中にっていうか、私はその方を先生と呼んでました。いや、皆さんがそう呼んでらっしゃったんですよ。なので、私はあんまりそういうのを信じないんですよ。この霊能者とかね、霊感者とかね、あんまり信じない。なんだけど、その人の名はもうすごく当たるんです。当たるっていうかね、絵を描かれるんです。普通はほら、普通だっては、私はあんまりその世界に詳しくないんだけど、あなたに、誰かが取り付いている、男の人だよっていうようなこうで背が、そうだね、どれくらいかな、ちょっと普通の人より高いかな。でちょっと顔つきはさ、どっちかっていうと人の良さそうな顔だよねみたいなことをして、こう言葉で言われるんですけども、その方はですねパッて書かれるんですよ。特徴スッ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 って書いてですね、声はだよって言われるんですよ。いや何も言わないで、これは誰って言われて見た人がですね、知ってる出張や人な、鹿児島弁で言うあの先生だって、お前さんが出張や人なって言って、はい、そういやどうら お前さんの邪魔をすった、まだ生きちょっとなって、はい、そんな生きるうじゃっていうような話からずっと行くんです。ほんでお前さんげんんちょちまっちゃうよ、ここに川があっせおてこけ太か木が発生を、ここあたりに太か岩があったと思う、小屋どこか若いや、要するにあのあれですよ、お絵描き帳なみたいなやつに、あれですよ、何も言わずに、ここに川がある、で近くに大きな木があって、その横に岩がある、これは何だって、その先生に聞きに来た人に見せるわけです。そしたら、あ、これは私の田舎みたいですがよって言うと、あ、おはんげ田舎や、ちょちまっちゃいなって、その先生がまたその人と、自分が書いたのを見ながらですね、なんかここに家がいいやって言うと、はい、私の家です。ちょっちまっちゃいな、つって、そういうふうにしていくんです。絵をもとに。だから、私はその、信じない方でしたから、先生、いや、そういうはずはないですよ、ってな、あんたみたいなのはいっぱいいる。だけど、その、あんたみたいに俺に向かって信じないとか言ったやつは初めてだ。もしやりゃ、私はあのビデオしてましたから、そのから、お前さ、ビデオ撮ってもいいよって。
だけど相談者の人が、困るじゃないですかってな、いやいやいや、おかよかって、いいいい構わない、私はこの人に、私のことですよ、この人がいないと自分の力は発揮できない、でこの人がこう、ビデオカメラを回してくれると、もしかするとそれにあなたのそれに取り付いている人が映るかもしれない、いやこれまでは映ってないよ、だけどいつかは映るかもしれない、そしたらそのビデオを見たらあなたも自分の後ろにいる人間がぼやっと映ってるかもしれないよっていうような接し方をして、はい、だいぶあれしてましたから、だから間近で見たんです。で全く信じないんだけど、先生がこう、書かれるのが絵なんですよね。何ですかね、誘導尋問をするようなあれはないだから、でその時にもう後の方では、いやいっぱいあるそういう現象を見ましたよ、先生が飲めない私を連れて天文館に、行くけどあんたも出ておいで、なんでって言ったら、その今までその先生が言った、相談来た人がそれを実行したらその業績が上がった、だからどうしても先生にお礼をしたいって言うんだけど、先生はその時最初でこう何ですかね、見てもらったお金以外受け取らない方なんです。だけどその人なんかがもう気が済まないから、あれですって、なんかないですかねって言っても、先生はまあまあ食べ物を食べないあれだから、そうやったらあんたなんかのその接待費で落ちるんだったら、あんたなんかは天文館で自分で飲めばいいんだがねって言うと、いやそういうわけにいきませんっていうことで、ぜひ先生をって言った時に私をこう、誘って連れて行ってもらったんですけど、その時に、いわゆるホテスさんとか店のママさんなんかと話をするのはその相談者なんです。相談者はこれまで天文館、鹿児島に来た時なんか天文館なんかで飲んでるから、そこを馴染みにしてるんですよね。でそこに、ちょっと持参でしたよ、持参と、持参と全然似合わない私がお客さんで来るわけです、はい、で私は飲めませんから、先生、と私は横、先生の左隣が私、ほんで、前の方に、その招待者、先生を招待してくれた人ね、ほんでその友達とか行って、ママさんとホステスさんと行って、私の横には、いわゆる何ですかね、素人に近いようなホステスさんというか、もうあら、もうここまで来てしまった、こら、あ、このまま降りようか、いやせっかく来ましたからね、まだ半分もあれせん、ここがですねその金峰山の、駐車場なんですよ。で先生、あ、そうだ、その先生がですね、修行をしたところはここから左の方に行く金峰山、ちょっと待ってくださいね、はいはいはい、ちょっと、ここで前の方があれですよ、A の方かなというところで、お、いや さっきはこの動画これで終わるつもりだったけど、その金峰山と、あれですよ、その科学的にはね説明できないようなことをその先生がされるんです。もしてさっき話途中になりましたね、先生に昔からそういう、なんですか、小さい頃からそういう才能があったんですかって言ったら、言えなかったって言うんです。ほんで戦争前かどっかか知らないけど、いやその先生はあれですよ、宗教に関わるあれはされてなかったみたい、
職業を言えば、あの先生だなっていう方がいらっしゃると思いますので、もう言いませんけども、とその先生が要するにこの今車で、降りるとなんていうこともないんですけど、まだ山民進頃ですよ、アスファルトも多分なかったと思うんですけど、ここをですね、下のあの大阪か、あの辺りからずっと歩いて来られて、夜中ですよ。ほんで金峰山の金峰神社っていうのかな、あそこで、何ですかね、水をかぶるっていうんですかね、滝はないですから水をかぶってですね、なんかこう般若心経を打ったかな、なんかをこう唱えながらですね、ずっとねそれを繰り返してたら、なんかこういやいや一人じゃないですよ、グループでね、グループしてもいやそこは何人か分からんけども、とにかく一人じゃなかったって一緒に言われたと、あげん恐ろしとこう一人でいいかでくんもんなって言われて、はい、ほんでほら今これと AI がどう変わるかっていうと、その信じられないようなこう世の中っていうんですかね、今までは、アニメ、はい、今日はもう、アニメーションがですね、昔は1枚アニメーション1枚ですよ、描くのにもう何人もの手を加えて、何人もの手がかかって1枚作るに1週間ぐらいかかった時代もあったらしいんです。それで10年ぐらい前でも1枚作るのに数時間っていう世の中だったのに、こういわゆる AI 化のあれで、そのソフトを使うと、あるいは使い方を習うとですね、もう絵が一枚も描けなくても、へのへのまま肘が描けなくてもですね、そういうのができるようになったんです。そしてこのおまかせテレビの、まあ友達からあれ聞いたんですけど、そういうアニメがですね無料で使えるっていうのを聞いて、昨日おとといその前か見たら、本当にですねもうプロが書いたんじゃないかっていうようなやつが無料で使えるんです。はい、でそこまでは良かったんだけど、それを使ってですね、このおまかせテレビでもなんかやり方次第で、これまでにない画期的なあれができるようになりました。はい、実はね昨日から今日にかけてね、なんですそういうパソコンの扱いに慣れた人が8時間ぐらいかかってですね、そのやり方を、いややり方っていうか何ですかね、編集の時こうしてここに動画をポンと入れたらこういうふうになります、で文字をビュッと飛ばす時はこうなりますというのをね、8時間ぐらいかけてね作っていただいたんです。いやいやお金はいらない、はい、あ、だからついこの前ですもんね、復活昨日か一昨日け動画アップしたのは今日かもしれない、もうたったそれぐらいの間にですね、世の中がね、私のこの、おまかせテレビのやり方がですね、もうまるっきり変わったことになってなりましたがよ。いや具体的にはね、明日ぐらいから作業にかかります。あれですよ、小中高生の生きる力を育む、何け野外授業っていう形でですね、いやもう急激に変わりますよ AI 化。ただ懸念するのは、これまでずっとその
アニメーターっていうんですかね、になることを夢見て幼稚園の頃がずっと続けてきた方々の仕事がもう全くなくなるっていうことです。はい、それとその、まあだけど使えるのはね、今のところ静止画だけだけど、静止画といってもですね、もう十分使えます。昔の私なんかが小学校時代にあったアメリカのなんとか漫画で、なんとかフェニックスっていう猫が出てきた、テレビ番組がありましたけど、それもほとんど静止画でしたもんね。静止画にこの、あれをつけるって、セリフをつけるってあれですから、もうそれよりはるかにですね、リアルです。いや、リアルっていうか、あの漫画アニメっぽいんですけど、でもそのアニメっていうのは映画館で上映されるですよ。なんかあれば、かねて映画を見らんから、こういう時出てきませんね。宮崎駿、あの宮崎駿監督の魔女の宅急便とかですよ。あれにもうほぼ匹敵するような映像ですよ。はい、だからそっちの方をね、ガンガンまた上げられるようになるかも。まあ、そのソフトに、ソフトというかその、作ってもらったフォームに私がなれるのが先ですけどね。いや、だからの皆さん、 AI 化っていうのは確かに私なんかが無料ですよ。そういうふうに使えるっていう恩恵はあるんですけども、それよりかはそのアニメーション作りに、これまでそれを、生活の糧とした人たちは他に何のこのあれもないんですよ。生活するあれがね、はい、昔はあのコンビニの、店員としてしばらくはそのあれして、それからまた次の道を探すってあれでしたんでしょうけど、もうコンビニの店員さん自体がもう必要じゃなくなりましたもんね、無人化によってですよ。だから怖いですよ、これがね。私が気づかない間にね、2、3年の間にですね、そういう世界ができてた。で、怖いのはそういった実情をマスコミなんかで見ないんですよ、テレビニュースなんかでね。そっちが怖いです。はい、ということで、私は希望に燃えてますけど、そのあれもなんかアニメーターの方になんかが恩恵がまた戻ってくるような使い方もしますからね。はい、ということでですね、ここは大阪というところですね、ここでお開きになります。ありがとうございました。